皆さんこんにちは。こんにちは。テレビ朝日のキロです。長崎です。今日はキロさんが昔からやりたいって言ってた企画ですね。はいはい、そう、時計なんですよ。はい、時計やりたくて、この度ですね、はい、ちょっとした縁がございまして、はい、銀座様という、はい、時計屋さんですね。ほうほう、すごくあの高級時計。あ、そうなんですね。いや、もう店構えから結構いいんですよ。見た瞬間、おーっていう感じなんですけど、はい、そちらであの自分の時計を預かり販売、はい、今まさにしていただいてるんですけど、まあ、そういうことでちょっと縁ができて、はいはいはい、コミットの方をお呼びしたいと思います。早速、はい、コミット銀座の八木さんですね。はい、よろしくお願いします。八木と申します。お願いします。お願いします。やっぱりピシッとされてますね。僕らとはちょっとね、スタイリッシュ、服装から違うっていうね、すごいスーツで、はい、今どういう時計が今売れてるんですか。今やっぱりそうですね、人気なのはもちろんね、皆様もご存じの通りロレックスが人気ですし、そうなんですね、はい、あとはまあ当店ではロレックスでもヴィンテージロレックスとかやっぱり強化してまして、はい、まあ、このあたりも人気ですし、あとはパテックフィリップ、それからオーデマピゲ、まあ、バシロンコンスタンタンとかね、はい、世界三大時計と言われるような、はいはい、まあ、ラインナップを豊富に、まあ、あの取り扱いさせていただいております。今日はですね、ロレックス、はい、これですね、ロレックスのシードゥエラ、シードゥエラ、はい、あのコミットで販売しているものではないんですけど、あのコミットで保有しているものですね。やっぱりちょっと販売商品持ってくるのはね、なかなかあの難しいかなっていうのがありましたので、まあ、ダイバーズウォッチということで、まあ、皆さんはダイバーズウォッチっていうとね、サブマリーナとかを連想する方が多いと思うんですけれども、はい、うんうん、時計知らなくても名前は聞いたことありますね。そうですよね、はい、でこれシードゥエラはそのサブマリーナのまあ上位機種という形で、まあよりあの深く深海遠征のためにまあ作られた、はい、なめたんですか。これね、1220m、 まあいかないですね。まあそれぐらい、まあ防水性とかね、本当に優れた堅牢性も優れたまあモデルということで、こちらはねヴィンテージとは違って正規店でもね一応売っているまあモデルにはなりますね。はい、まあ、長崎清原でちょっとどういう風にやるか今ちょっと考えてますけど、はい、うまく取れればと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まずじゃあ仕掛けからいきますね。はい、回転台の上に乗せて回すんですけど、その時にこの100均のやつ、フレキシブルなこう、あ、これね、ケーブルとか止めるやつですよね。そうそうそう、でこれを後ろにかませます。ほうほう、立ちます。あ、そんな、はい、使い方があるんですね。そうです。でサイズじゃあ作っていただいて、はい、シードゥエラー、シードゥエラー、ちょっと落とすよライトを、はい、おお、ブラックライト、ブラックライト、クロマライト夜光っていう夜光なんですけど、はい、これブラックライト当てたら光ります。時刻調整していいですか。10時10分35秒とかそんぐらいがいいです、はあはあ、全部が見えるっていう文字盤。ちょっと回していいですか、一回。はい、どこでフォーカス期待ですか。この辺ですね、この辺、うん、ちょっとテカリを変えたいから、あ、天井に、天井に反射してます。反射させてるんですね。これぐらいかっこいいかな。はい、こんなんでどうですか。ちょっと汚れ取ります。はい、 R の横に細けー。ちょっとじゃあ裏技出したいと思いますけど、ディスプレイこれ出します。でパソコン持ってきますと、パソコン映します。パソコン映す、映します。じゃあ行きますか。はい、じゃあ回します。はい、はい、じゃあいつでも、キヨさんが今何をやってる感じなんですか。今テカリを入れてるんですよ。もっと絞らないといけないんですか、うん、できればかなり暗闇でいいかもしれない。あと色温度感とちょっと角度を変えます、はい、ここの王冠マークが見えるとありがたいかな。下から上に回りながらパンってできます。
この辺からピンがきついか。そうですね。じゃあスピンでここで、うん、この時にここに来なきゃいけないですね。手で生きるのかな。どうぞ。一回やっていただくか。ありがとうございます。はい、普通に正面のフィックスください。光量が足んなくて、うん、文字盤にピンが来たら、うん、あ、はい、針に合わないし、分かりました。針に合わせたら文字盤に行きます。強い。はい、あ、いや、大丈夫です。ありがとうございます。はい、動けます。上からとか。はい。ちょっとピン来ない。そうですね。ちょっと遠ざける。いや、ピン自体は追えばできるんですけど。うんうん、シビア。超シビアですか。超シビアですね。やべ。はい。はい。ありがとうございます。で、斜めもらいますね。はい。あ、ここにクラウンがいるんですね。そう、クラウンがね、ありなしがあるんですよ。スイスメイドの、スイスとメイドの間にクラウンがあるのを、はい、が最近なんですけど、これはないから。ガラスのところにあります。そう、ガラスは透かしが入ってるんです、偽造防止で。これ上の赤のシードゥエラーちょっと入れてもらって、はいはい、はい、透かし防止ですね。じゃあ回してください。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ OK です。で、ちょっとこれ釣りますんで、ちょっと待ってください。釣る、釣ります。わあ、なんすかそれ。これ釣り糸ですね。釣り糸、釣り糸で時計を釣るんですか。釣ります。はあ、これ糸自体は消すってことですか。うん、編集で。わあ、大変。はい、これでまずはこっちはこれで、どうすんの。で、こんぐらいあればこれ入れちゃっていいですか。はい。なんすかこれ。忍者レフ、よしみカメラ。自分が映り込むのを防ぐためにということですね。これもちょっとこけてるっすか。どっちこけですか。逆に言ってもらってもいいですか。下下がり。下下がり。もっと。もっと。これぐらい。それでちょっと新芽切ってもらって。いや、揺れ止まったらもらいます。これ止まんのかな。止まんねえな。もうカメラを下げるしかないですね。あ、全然下げるの。大丈夫ですか。はい、じゃあこれも下つけちゃっていいですか。はい。こっちは消えた。はい、じゃあ持ってます。はい、角度なんか決めてもらってね。カポがない。はい、これらでいいんじゃないかな。はい、2、3、4、5、6。あれです。はい、はい、カットします。はい、カットした。はい、じゃあ水槽です。水槽を使います。すご。
これどうしたんですかこれ。アマゾンで買いました。これもちろん時計を沈める用の水槽じゃないですよね。時計沈めるもちろんもちろんです。生き物を買う用の水槽ですよね。時計を買うものです。はい、はあ、こういうことですね。いい感じですか。 いい感じですね、うん、ただ後ろのモニターの高さが高いので、うん、こっちを上げますか。はい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 、いいよ、はいはい、どうすか。あー、いい感じですね。もうちょい上げですね。上げ、時計を上げ。はい、時計上げです。上げ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 、はい、はい、で、もっと左っていけます。こうですか。 もっといった、はいはいはい、ここ、はいはいはい、で、ちょっとルーズしてほしいですね。少しこう周りも見せるぐらいのイメージ。はい、で、左を開けるみたいな。これだったら別に水に浮かす必要ないんじゃないかと思ったんですけど。これ。え？何すかそれ？何すかそれ？ブクブクです。ブクブク？ほう。あららら。なるほど。面白。キヨさんのキヨさんの息が。これスローで撮った方がいいんですかね。うん、なるほど。泡がもうちょっと右に来ると。やばい。これが こっちが押さえてるんですよ。うん、あ、でも行けたかな。はい、スローなんで十分行けたと思います。いいんじゃない。はい、ちょっと再生しますか。はい、使いどころあるかな。触れててもいいんだったら全然使えると思いますけど。なんか R が消えてるのはどうなんですか。確かにね、やばいか。どんな使いですか。それは怒られそうだからやりますか。わあ、さすが。Rolex created the Oyster Perpetual. Since then, in close partnership with experts at Compagnie Maritime d'Expertises, its performance has been advanced and it is now waterproof to 1,220 meters 4,000 feet. The seat weller was designed specifically for content diving, overcoming problems during the final step of returning to the surface.Rolex Sea Dweller。 八木さん、いかがでしたでしょうか。いや、正直ですか、はい、すごい、はい、ありがとうございます。こんなにこだわって、まあ、凝ってね、こんだけセットしていろんなもの使って、はい、でそれであのワンシーン、まあ、ワンカットを撮るっていうのはさすがプロだなっていうのは本当にあの現場にいてやっぱ感じました。カメラマン的にはどうですか。こんな感じですか。これでも多分一番短い時間でなるべく時間かけないように撮ってる感じですよね、すごい。そう、もうやっぱりね、かっこよく撮るのはしょうがないですよね、時間、うん、こだわりだれば。そうなんですよ。いや、もう十分すぎるぐらいかっこよかったですけどね。ありがとうございます。これもう見ていただいた多分ね、視聴者の方が一番感じていただいて、はい、てると思いますし、はい、もしくは時計好きの方見てくださったら多分相当
嬉しい、もう眼福なね、多分あの映像だったんじゃないかなっていうのをすごく感じますよね。時計あの持ってきていただければいつでも撮ります、コミットさんの方も、YouTube チャンネルあるそうですね、はいはい、あのうん、コミット TV という YouTube チャンネルを、まあ、やらせていただいておりまして、はい、まあ、毎日ね動画の方は配信、毎日配信してますね。うわ、すごい。もう3年間ぐらいですかね、毎日配信してますので、はい、時計のことをもう本当に中心に、うん、まあ、あの著名人の方のコラボとかもそうですし、あの社内での、ね、スタッフいっぱい出してね、はい、いろいろ楽しい、はい、ワイワイとやってる企画もねありますので、時計好きの方にはそうですね、見て一度もしよろしければね、見ていただければと思いますね。概要欄の方に貼ってありますので、ぜひそちらから飛んでいただきたいですね、はい、で今回ねコラボもね、はい、あの実はコミット TV の方もあのお二人ね、ご出演していただいて、うん、ありがとうございました。あの本当にね、誰でもね、はい、簡単に撮れるね、かっこよく撮れるっていう方法、まあ、ここまでね凝った風に撮るっていうのはね、なかなか難しいと思いますんで、誰でも簡単に撮れるっていうのを、まあ、題材としてね、はい、動画の方をちょっと撮らせていただいておりますんでね、はい、ぜひそちらも合わせて、ご視聴いただければと思います、はい、今日はこの辺で終わりたいと思いますが、はい、コミトさん今日はありがとうございました。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 めちゃめちゃ流暢。